球目。最初はボール。2球目は何で来るか。ファウルになります。アウトローギリギリ決まっています。ワンボールツーストライクです。ここもファウルです。うまく滑り込んで取った。いいプレーが出ました。打順は1番に帰ります。バッター田中、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。ファウルになります。これもファウル。またファウル。ノーボールツーストライクです。真ん中打ちました。これはセカンドの右抜ける。これで3試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。バッターボックス菊池、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース外れます。ボール先行です。打った。これはどうだ。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー三塁二塁。さあカープ逆転のチャンスを迎えています。できることならこのチャンスできっちり2人返しておきたいですね。そうですよね。まあそして彼はどの方向にも強い打球を打てますから、甘く入ってきたら仕留めてくれるんじゃない。しっかり捉えた。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム、3回終わって1対0、1点リードはドラゴンズです。打席には5番バッタービセット、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。これはどうか。三遊間抜ける。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ここは待ち構えていたかのようにうまく打ち返されてしまいました。今の変化球は読まれた感じしましたけどね。6番バッター藤井、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコースに切れ込む変化球、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。インサイド落ちました。ファウルになります。引っ張った。ファーストの右抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホーム。どこか痛めたか。痛そうにしています。ちょっと心配ですね。あ、今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ここでカープ守備を変えてきました。お知らせいたします。ライトの松山に代わりまして、バッターはさあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですか。うちのボール打っていった。これはファウルグラウンド。ファウルボールです。できれば三振を取りたいですね。ここはそうですね。ここは見せ球もありですが、もう落ちる。センターへワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰ってきました。ドラゴンズ追加点、3対0。カープこれ以上離されるわけにはいきません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。
バッターボックスは8番松井。カープこの回追加点を許しています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれを。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。さあ一塁には追加点のランナー、そしてバッターはピッチャーの大野。まあバントで送ります。取りました。一塁送球アウト、ツーアウト、送りバント成功、ツーアウトランナー二塁。これが1球目。初球はストライク、ストレートが決まっています。それほど厳しくないコースのストレート、あっさり見送りました。すぐに追い込みました。見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ドラゴンズ2点を追加しています。3対0、ドラゴンズのリード広がっています。カープ4回裏の攻撃になります。バッターは新井。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、ショートゴロに倒れています。カープビハインドで迎える4回の攻撃です。打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー1塁です。今日は守備で交代してそのまま出場している野間。今シーズンここまでホームランは1本。ヒットでランナーを1塁に置いています。真ん中打ちました。これはどうだ、ボールを拾って2塁は無理、1塁送球、カープチャンスになります。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席にはエルドレッドが入ります。さあここは追い上げておきたい場面。まあこういう場面で返しておかないと後が苦しくなってきますから、しっかり点につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まずはアウトコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。3球目打ちました。一気にレフトへ。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。カープ1点返しました。レフト前へのタイムリーヒット、3対1カープ2点差に詰め寄っています。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。いやここでね、一気に攻めたいですね。ここで得点が入りました。ここも続きたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには7番の阿部が入っています。これではバットが出ません。ストライクです。これが2球目。高めのストレートで空振りを取っています。ストライクを先行させていきます。追い込みました。セカンド抑えた。二塁送球、二塁フォースアウト、際どかったがアウト、ダブルプレーです。カープ1点返しました。3対2になりました。1点差に詰め寄ります。8番バッター石原。カープ点差を縮めてきました。西さん、ここは追い上げたいですね。いやこのチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ファウルになります。ここもファウルです。引っ張った、よく取った。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。4回終わって3対2、カープが1点差まで追い上げました。小宮山さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。そうですね、もうブルペンの方には連絡いってると思いますけど。そうですよね、となるとリリーフピッチャーがいつ出てくるのか注目です。大きく枠を外してきます。この球は外れています。打ちました。レフト前ヒットになります。これでマルチヒット。
ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには大島。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。バントしました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウト。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスにはゲイル入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが追加点は許したくないところ。とにかくこの回はこのまま終わりにしないといけない。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。さあそして打席にはビセット入ります。さあツーアウトながらまだピンチは出していません。外のボール打っていった。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ追加点を挙げました。4対2カープ。もうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。バッターボックスは6番藤井。前の打席はスプリットをうまく打たれましたから今度はその近く初球打ち。センターの前。あっという間にセンター前へ。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁一塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。ファウルボールです。変化球打った。ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回ドラゴンズ1点を追加しています。4対2ドラゴンズのリード広がっています。そうですね。まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。さあ2球目は何か。落ちる球を持ってきました。落ちるボール空振り。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り。ワンアウトです。打順はトップに帰って田中。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まずは先頭バッターを三振。センターに抜けました。今日も3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。打順は2番菊池。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてこのところのカープですがここまで2連勝バッター。これはどうか。ファウルになります。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。牽制セーフ。これが3球目。高めのボール打ちました。詰まりながらもレフトへ。しかしこれは外野追いつきそうだ。レフトが取りました。ツーアウトです。ツーアウトランナー一塁と変わります。打席には3番バッター丸。先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。これもファウル。次もスライダーを続けてもいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました。いい当たり。ライトへ打球伸びる。ライトライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。5回終わって4対2ドラゴンズがリードしています。ここまでのハイライトです。1回の裏得点圏にランナーを置いてしかしここは内野ゴロ。先制のチャンスを逃します。2回の攻撃先制のピンチ。6番藤井ライトへのタイムリーヒット。カープ先制点を奪われます。3回の表ここも三振。次々と三振に切って取ります。
その裏、このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。逆転とはなりません。4回の表、ノーアウトで三塁にランナーを置いて7番バッター福田、追い込まれてからのタイムリー、カープ1点を追加されます。しかしカープすぐに反撃に出ます。ノーアウト1塁2塁で6番バッターエルドレッド、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。カープ1点を返します。しかしドラゴンズすぐさま反撃、ツーアウト二塁の場面、5番バッター、ビセット、その初球をしっかり弾き返します。カープ1点を追加されます。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは8番松井。カープビハインドで迎える6回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を